号機のあるところ、そして横断歩道を渡るようにしましょう。そして夜間には先ほどもありましたが反射材を活用して交通事故に遭わないようにいたしましょう。東京渋谷区の表参道で行われた交通安全イベントでは、TBS の日比真央子アナウンサーが警視庁原宿警察署の一日署長を務めました。イベントには合わせておよそ150人が集まり、交通標識の内容を学んだり、夜間の事故を防ぐために反射材をつけることの大切さを再確認しました。このほか地元の高校の吹奏楽部の演奏に合わせて明治神宮まで交通安全パレードが行われました。警視庁は交通事故ゼロを目指し、一人一人が交通ルールをしっかりと守るよう意識を高めてほしいと呼びかけています。春の全国交通安全運動は今月11日から20日まで行われます。